アウディアプローブドオートモービル横浜でございます。今日はですね、こちらの A4 セダンのミトスブラック2019年モデルマイシュターシュテュックをご案内させていただきたいと思います。全体的にはまあ状態はいいかなとは思うんですけども、いくつかダメージポイントがありますので、そちらを重点的にご案内させていただきたいなと思います。まずはですね、フロントからですねご案内させていただきます。最初にですね、ちょっと一番ダメージが大きいところからご案内させていただきますと、右のフロントバンパーの下ですね、ここに結構大きなすりがありますね。はい、この車で一番大きいダメージポイントはここかなと思います。まあ、上からだとわからないんですけども、こんな感じですね。はい、多分縁石でちょっと降っちゃったんじゃないかなと思います。はい、であとフロントバンパーはですね、こちら4万2000キロ走行しているものですから、軽微な飛び石っていうのはいくつかあります。大きなのはないですね。この辺も直感ちっちゃいのがありますね。はい、左側この辺はこの無数にシュッと白っぽくなっているのはこれ飛び石ですね。こういう感じです。ちょっと全てを映すことはできないんですけども、まあ、こういったレベルのものがこの辺にあるんですが、その他はですね、まあ、大丈夫かなと思いますね。ヘッドライトにもダメージはないと思います。でボンネットフードはですね、そこそこ大きな飛び石がありますので、まあ、ここ映ってますね。この辺でございます。こちらですね、今タッチアップペイントが施されておりますけども、まあでも分かりますね。はい、で別途もしかしたら有料になってしまうかもしれないんですけど、まあ、ボディカラーがブラックだと実は、まあ、全塗装をしなくってもですね、まあ、ちょっと簡易的なやり方がありまして、この飛び石程度のダメージであればですね、まあ、パッと見分かんなくするようなそんなやり方もあります。まあ、これはですねちょっと個別にまたご案内させていただきたいなと思います。お色がブラックの時だけですね、そういうテクニックが若干使えるかなという時こと、そんなものがあります。はい、であとはですね、ここですね。はい、この辺ですね。はい、フェンダーの上あたりに飛び石の跡がありますね。はい、そして、まあ、この辺はですね若干カムフラージュしやすいところなんですけども、ここにシミがあるんですよね。ちょっと白っぽく見えてるところがあると思うんですが、これがね若干厄介かもしれないですね。まあ、こうやってカメラに映すと真っ白に映ってるんですけど、まあ、実際はですね、まあ、そんなでもないんですけどね、こういう感じで、シミがあります。おそらく鳥の糞か何かを放置してしまった跡なのかなと思いますね。樹液じゃないかなと思いますね。あと、こちらボンネットフードの中央付近ですね、この辺。になります。で、まあ、コーティングとセットにはなるんですけども、コーティングを施工する前のですね下地処理があるんですね。まあ、研磨ですね。その段階で、まあ、もしかしたら薄くできるかもしれないです。はい、これはやってみないとわからないというレベルでございますので、お約束はできませんので、ちょっとご注意いただければなと思います。はい、まあ、大きなダメージポイントっていうのはボンネットフードこのぐらいかなと思います。はい、助手席のフェンダーの上あたりのボンネットフードですね、問題ないと思います。はい、
そして、フロントガラスにはですね、警備なんですけども飛び石があります。まあ、視界に入るようなところには、まあ、そこは大丈夫だと思うんですが、こちらですね、ここになります。はい、この辺りですね。非常に警備で、まあ、下の方なので視界には入ってこないかなとは思いますが、一応ここにあります。ちょっと動けちゃいますね。はい、まあ、このここまで警備だとリペアも不可能な、範囲になりますね。運転席の、ガラス面には特別ダメージはないと思います。はい、ちょっと白っぽく光っているのはゴミですね。ゴミというか、まあ、埃だと思います。はい、というところですね。はい、で、カーセンサーの評価書もですね、URL 貼らせていただきますので、そちらもぜひご参照いただきたいと思いますが、今のボンネットフードですとかフロントバンパーの傷もですね、A の1とか A の2とか3とかっていう形で、取ってあります。数字が大きくなるとダメージが大きいという、そういう認識になりますね。でホイールはですね、右のフロントのホイールはダメージはないと思います。今東洋タイヤを履いております。溝はですね、十分ありますね。多分、まあ、5ミリ前後ですねはあるかなと思います。はい、で、ディスクとかはですね、まあ、整備手帳を確認しないといけませんが、まだ交換時期じゃないと思いますね。まあ、錆びているように見えるんですけど、まあ、確かに錆びているんですけど、これ展示中にですね、すぐ錆びちゃうんですね。でこれはブレーキ踏みながらとガリガリ落としていくと、まあ、そういうやり方になります。異常でも何でもありませんので、まあ、その辺はご安心いただければと思います。はい、そして、フロントドアには確か A の2とかその辺のダメージポイント取られていると思います。で、ドアの面ではなくてドアエッジのところですね、ちょっと映しにくいんですけど、ここ刺して、はい、一回タッチアップペイントは施工してると思いますんで、非常に見にくいかと思うんですが、この辺ですね、この辺、まあ分からないですね、まあ、この辺に、ちょうど山のあたりにエッジ傷があったんですが、まあ、ここちょっとまだありますよね、名残がありますよね。はい、まあ、この程度のダメージだったというところですね。はい、なんとなく分かりますかね。タッチアップはされております。はい、そしてカーセンサーの評価書にはリア右のリアドアにですね U の1っていう、まあ、へこみがの減点が取られていたんですけど、ちょっと申し訳ございません、あまりも警備すぎてですね、わからなかったですね。結構よく探したんですけど、ちょっとわからないですね。まあ、その程度のレベルのへこみだと思います。こういうふうにですね、今映し込んでいる縦のラインとかを見ながらですね、こう左右に移動するとすぐへこみって分かるんですよ。でも分かんないんですよね。まあ、ただどっかにはあるんじゃないかなと思いますので、その辺ご容赦いただければと思います。ちょっと雨が降っていたんで雨粒が少しまだ残っておりますが、まあ、こういったレベルでございます。はい、で右の、リアの保有ですね、ここにはダメージがいくつかあります。はい、タイヤにはダメージはありませんね。ホイールはこの辺ですね。はい、そしてこの辺りですね。このホイールはリペアがしやすいホイールなので、まあ、有料にはなりますけども、まあ、綺麗に直すことができます。はい、また商談の際にですね、個別にお打ち合わせをさせていただければなと思います。
そしてですね、リアバンパーにも、軽微な減点が取られておりましたが、なんか大きな傷がついてるわけじゃないんですよね。この辺、荷物とかお乗せになるときにどうしてもついちゃうような軽微な傷ですね。ちょっとカメラに映すのが大変なんですけど、こういうところですね。こういう感じですね。はい、この辺が減点を取られているところになります。光の加減じゃないとちょっと分かんないと思いますね。こういうところですね。はい、でトランクルームですね。はい、今後部座席片っぽを倒しています。倒すとこのぐらいの大容量な空間になります。でここのくぼみも使っていただけますとですね、座席を倒さないでゴルフバッグ頑張ってなんとか斜めに1本詰めるかなというところですね。ドライバー抜かないといけないと思います。はい、でここには三角表示板がありますね。はい、閉めます。で、トランクのフードですね。ここも綺麗だと思います。全然問題ないと思いますね。リアのテールですね。あとで電気ライトをつけてみたいと思います。はい、そして、左のリアのホイールですね。こちらです。ここにも、警備ですが少し何かがありますね。こちらです。あとは大丈夫だと思います。はい、そして、リアドア、左のリアドアですね。ここにはです、軽微なエクボがあります。ちょっと先にそこをご案内しますと、はい、ここですね。この辺です。ちょうど画面中央になんか柱がですね、ぐにゃんとこう映し込んでる柱がぐにゃんとこう、歪んでるところがありますよね。ここですね。ここにエクボが1箇所あります。もう少しうまく取れないものでしょうか。この電線のところですね。電線のところに今映し込んでますけど、ここに1箇所エクボがあります。はい、非常に軽微なんですけど、で、あの部分はですね、おそらく補強が入っててデントリペアはですね、ちょっとできないかもしれないですよね。はい、ございませんが、そんなところでございます。はい、でその他線傷とかそういったものは、ダメージ減点取られておりませんので、大変綺麗でございます。問題ないと思います。はい、こちらの車両はS ラインの予想になってますので、S ラインロゴとサイドスカートですね、こちらもありますよね。そしてシートが、はい、S ラインの、伝統的なですね、ハーフレーザーシートになりますね。運転席も後ほど移したいと思います。助手席も後部座席もダメージは、見受けられません。大変綺麗だと思います。はい、はい、後部座席の座面ですね。ハンドルカバーが下に落ちてますね。先ほどちょっと清掃してましたんで、すみません。はい、こんな感じになります。はい、で、こちらはですね、実はリアのシートヒーターが装備されてますね。とってもいいポイントだと思います。独立型の空調とシートヒーターですね。大変後ろのお客様にも、後ろに乗ったお客様にも喜ばれるかなと思います。はい、そして
運転席ですね。はい、この辺のアルミもですね、よく傷が入っちゃうところなんですけど、もう綺麗だと思います。シートメモリー機能がありますね。そしてウィンドウの操作スイッチですね、綺麗だと思います。はい、でドアのよくダメージが入っちゃうこのステップ周りですね、ここ大丈夫だと思います。はい、綺麗だと思います。 S ラインのプレートも、へこみとかはないですね、大丈夫ですね。はい、それで、ここのちょっと一つダメージポイントがあって、これウェザーストリップって言うんですけど、ウェザーストリップのここがですね、ちょっと切れちゃってますね。ここはね、私どもで交換させていただきます。新品に交換させていただきます。はい、で、運転席の座面ですね。 S ラインシートはスポーツシートなんで、結構このサイドの谷が高いんですね。こんな感じで跳ね上がっております。なのでこの山のところがですね、少しダメージ入っちゃいますね。この辺り少しハゲがありますね。乗り降りしているとこういうふうにダメージ入ってきちゃうんで、レザークリーナーと保湿剤をですね、1本ご用意いただきまして、で都度こういうところを撫でてあげたりすると、この辺黒く、なると思いますんで、この白っぽい部分が保湿してあげると黒っぽくなるんですね。でパッと見もう分かんなくなるんじゃないかなと思います。はい、あとはまあレザー特有のシワがありますが、でダメージとかそういうもんではないですね。はい、で背面のサポーターですね、この辺にステッチがちょっと、切れてはないですけど、ステッチ付近にちょっとスリーがあるかなという感じですね。映んないですね。はい、こんな感じです。問題ないと思います。はい、というところです。で、ここは、肘掛けですね、センターコンソールと、はい、あとここにメインキーがありまして、ちょっと一つメイン、こっちのメインキーはですね、結構傷がありますんで、すいません、ご容赦ください。もう一本の方はですね、ダメージなかったと思います。このメインキーが2つございます。はい。そして、センターコンソール付近ですね、大変綺麗だと思います。アルミの部分は若干傷が入っているかと思いますが、それでもほとんどダメージないんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあアルミを移していきます。少し黒いポツポツがありますが、これは傷じゃなかったですね。はい、この辺が傷ですね。この辺、ちょっとカメラに映らない程度の、軽微なものですね。はい、アルミというのは結構傷がつきやすいので、この納車後もですね、ちょっとご注意が必要でございます。はい、という感じです。はい、エアコンはですね、左右独立型になります。オートエアコンですね。でシートヒーターも、ございます。はい、で、ナビゲーションなどなどですね、オーディオなどをこちらでご覧いただくことができます。はい、でバーチャルコックピットですね。はい、で現在の走行距離が41,774キロですね。約72,000キロになります。はい、というところでございます。そして、ACC と、レーンアシストで、こちらはサイドアシストもございます。ここにインジケーターがありますね。はい、人気の仕様でございます。はい、ステアリングはですね、 S ライン専用のスポーツステアリングになってますね。はい、大変いいと思います。はい、以上でございます。ちょっと開けっぱなしで大変申し訳ございませんが、はい、というところが、ご注意点でございました。ご不明な点はですね、また個別に、ご案内させていただきたいと思います。
何なりといつでも気軽にお問い合わせいただければと思います。ヘッドライトはこれマトリックス LED ヘッドライトですね。ちょっとウインカーつけてみましょうかね。はい、マトリックス LED ヘッドライトになりますと、フロントもダイナミックインジケーターになりますね。はい、でリアはこういう感じで点灯しています。はい、というところでございました。はい、長い時間どうもありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞお願いいたします。